質問7個も来るとは思わなかった。怖。そっちの方が怖い。7個質問来る方が怖い。頭にや。スローンとマクヘールの謎のストーリー。はい、どうもエントのゲーミングザボックス、毎週木曜日更新の木曜スペシャル、クイズゲームはこちらのゲームをやっていっております。スローンとマクヘイルの謎のストーリーというところでやっていきたいと思います。はい、じゃあ続いていきましょう。誰とも話す機会がなく過ごす日々、そんなのは平気だという人もいるでしょうし、とても耐えられないという人もいるでしょう。次の物語の主人公はそんな日々に耐えられなかったようです。耐えろよ、少しは耐えろよ、そんな気持ちもありますが、第46幕、死を呼ぶ孤独。ある建物に男が一人で住んでいた。うん。2ヶ月の間訪問客はなく、男が外出することもなかった。お、ある晩、孤独に耐えられなくなった男は明かりを消してどこかへ行ってしまった。男の行為は結果として90人の命を奪った。90人も。一体なぜ。なんやのね、90人の人を奪う、ある建物って何や、これ。ある建物が重要なんちゃう、これ。建物の形状関係してますか。あ、良い質問。はい。してるね。その建物は円柱形の建物。円柱、丸い柱。ああ、はいはいはい。ちょっと特殊な形やな。明かり一つ必要不可欠。建物に明かりは必要不可欠だった。良い質問。ほら、はいはい、明かりこそがその建物の存在意義でした。大事や、これ。やっぱこれ明かりを消してしまったのは分かんねえな。ってなると円柱形の明かりが必要な建物言ったらもう一つぐらいしか思い浮かばないけど、普通の住宅だった。いい家ですね。いい家でしょう。これは分かっていた。内部は階段。良い質問。ありますね。とても大きな螺旋階段がありました。円柱形の螺旋階段の、明かりを必要とする建物なんですよ。それが何かを当てたいんだけど、崖にあったでしょう。やっと素晴らしい質問が出てきた。やっとや、やっと。はい。海に面した崖の上で男は仕事をしていました。男の仕事。男の仕事は、あ、出たね、灯台の番人。これでしょ。良い質問。はい。その、灯台の明かりを男は消してしまいました。うん。っていうところなんですけど、もうほぼ答え分かったんだけど、これ何だろうね。あと90人の死亡が、これちょっとよく分からんな。90人が死んだのは、場所は海の上か。良い質問。はい、そうですね。そこは男がいた建物がなんとか見えるくらいの遠い場所でした。なるほどね。あ、特別なヒント。
シークレットワード出していきましょう。ちょっとアンナのヒントもスピーディーに出していってね、どんどんね。先週怒っちゃったから、90人が死んだ場所は同じだったのでしょうか。90人が死んだ場所は同じだった。いやだって俺もう海の上っていうのは分かってたんだから、そっちは選ばんよね、はい、わざわざ。同じ乗り物に乗ってみて死んでしまいました。乗り物はまあ豪華 客船なんか知らんけど、とりあえず船だね。はい、素晴らしい質問です。はい、多くの乗客を乗せた豪華客船が難破してしまいました。うん、それはちょっとこの男の行動のせいでほんまに90人死んでるね。豪華客船は明かりを頼りにしていた。はい、はい、してましたね。真っ暗な海の、夜の海では建物の放つ光が唯一の道しるべでした。そうですね、はい、というところで答えていきましょう。死んでしまった90人がいたのは海、死んでしまった時間帯夜、死んでしまった90人は何に乗っていた。豪華客船、男はどこの明かりを消した。灯台、男の仕事、灯台の番人。はい、正しいようです。よかったよかった。先週みたいに苦戦せんでよかった。割と早めに近づけた今回は。明かりを消した男は部屋を後にした。その部屋からはとても長い螺旋階段が下へ下へと続いている。男は振り返ることなく駆け下り外の世界へと飛び出した。彼の目に映るのは真っ黒な海と先ほど飛び出した真っ白な塔。男は灯台の番人だった。彼が明かりを消したために、航行中の船が一隻夜の海に消えた。だそうです。現代ではレーダーや GPS などの機器が発達していますか。一昔前の夜の航海は灯台の照明を頼りにしていました。これはそんな時代の悲劇です。はい、ということでございました。灯台もね、その感覚が今あんまないからね、その灯台が重要だという感覚がね、そこにたどり着けるかどうかが物語のポイントでしたね。なんとかその気持ちに持ってこれたらよかったけど。仕事を求めて試験を受けるのは誰でも緊張するものです。これはある男が試験らしい試験も受けずに採用された物語です。彼はなぜ採用されたのでしょうか。試験らしい試験も受けずに合格した男のお話。これを念頭に置いた上でやっていきましょう。47幕無言の採用試験。ある男が賑やかなオフィスに到着した。賑やか。男は渡された書類に記入しながら先に到着していた4人の男と待ち続けた。はい。数分後男は突然立ち上がると奥のオフィスに入り採用を告げられた。採用を告げられた。他の男たちが担当者に詰め寄ると担当者は男を採用した理由を説明した。うん。どんな理由だったのだろうか。理由を考えなきゃな。難しい話やな。採用した理由を考えないといけない。賑やかっつうのがようかな。オフィスは賑やかなった、それは賑やかなんでしょうけど、はい、どういう社員たちの話し声は男たちの耳にも届いていました。話し声が聞こえるようなそんな賑やかさ。オフィスで男たちは待っていた。はい、待っていた。ひたすら待ち続けていた。書類には何やろ、暗号が隠されていたとかそういうこと。いいえ、
そういうわけじゃない。なんかその暗号でその隣の部屋に入ってこいみたいな、その暗号を解いたとかそういうわけじゃないのか。書類に仕掛けはありましたか？いいえ。ないんだね。書類はやっぱ関係はなかった、そんなに。4人の男は不採用の理由がある。はい、良い質問、はい、あるんだ。4人にはこの会社が求めている能力は足りませんでした。何の仕事かにもよるな、これな。じゃあそうなってきたら、男が採用されたのには理由はあるんやろうけど、経歴のおかげ？良い質問。いいえ。違う。過去の経歴ではなく、今持ってる技力、実力が試されたんだ。今持ってる実力を使って突然立ち上がったんだ。となると男が立ち上がった理由がある？良い質問。はい。あるね。男が立ち上がった時、試験の真意を理解していました。試験の真意。担当者は採用試験を行っていた？良い質問。行っていた。しかしそれに気づいたのは男一人だけでした。でも採用試験はもう始まってたんだよね、この4人というか5人が集まった時点で。でそれに気づいたのが一人だけ。まあね、男は特別な技能を持っていたようです。男は特別な技能を持っていた。はい、持っていた。男はモールス信号の解読ができました。あ、なるほどね。モールス信号がその会話の中に流れてたんだ、ずっと。モールス信号は仕事に必要だから。ですね。ああ、だから採用したんだ。彼らが受けに来たのは電子技師になるための試験。なんか流れてたよな。モール信号を解読したのは男だけだった。いいえ。あれ、先に待っていた4人もモール信号が得意でした。お？あれ、ちょっとちゃうな。モール信号が書類に隠されていた？わけではない。モール信号は試験会場に流れていたのであれば、じゃあ他の4人も分かっていたはずだよね。なる。はい。しかしもう一つ必要な能力がありました。なや。電気技師。ってなるとやっぱ書類か。書類は試験問題が書かれていた？いいえ。まあ、書類は採用を判定するためのもの？いいえ。違う。そこには名前などの個人情報を書く欄しかありませんでした。へえ。オフィスには音楽が流れていた？あ、これかいよ。流れてたの？いいえ。流れてないね。しかしたまに連続した音が聞こえるようです。音。音に気づいたのは男だけだった？はい。あ、そういうこと。
なんでそれ。なあ、ややこしい話やんの。結局、モール信号はモール信号やないかい。暗号解読やな。さよとなった男に会って、不採用の4人になかった能力は。実務、注意力。オフィスに流れていた音は何だった？モールス信号。男が面接を受けた、職種、電気技師。どうだ？正しいようです。来ました。全員モールス信号読めたっていうからちょっとややこしくなったよね。これは19世紀にあった話。面接に来ていたのは電気技師の採用試験を受ける人々だった。オフィスの、騒音に紛れてモールス信号でこんなメッセージが伝えられた。もしこれを理解できたら奥のオフィスへどうぞ。受験者の技量と注意力を試すテストだ。メッセージを理解できたのは男一人だけだった。ご存知の通り、現在では公式に使われなくなったモールス信号だが、当時は優秀な技術者を確保するためさまざまな試みが行われていたようだ。だそうです。公式には使われてないんや、今モールス信号って。ちょっと意地悪な気もしますが、なかなかうまい試験方法ですね。この男は確かに適性を持っていることになるのですから。そうなのですから。続いていきましょう。次はある男の取った奇妙な行動から前後の物語を考えてもらいます。あなたの想像力で映画のワンシーンのように映像を思い浮かべてください。映像を思い浮かべるね。脳内補完が重要なストーリーだそうです。第48幕、家に入った男。男がある家に足を踏み入れた。窓が閉め切られ、暗い屋内には誰もいない。誰もいない。男は部屋の中ほどまで歩いたところで、急に立ち止まり、両手をゆっくり頭上に上げた。頭上に上げた。しばらくして、後ろを振り返った男は、突然、声を上げて笑い出した。なぜ？部屋の中ほど回られていたところで両手をゆっくり頭上に上げた。しばらくして後ろを振り返った男は突然声を上げて笑い出した。なぜ？わけわからん。わけがわからないよ。家には誰もいなかった。良い質問。はい、少なくとも人間は誰一人いませんでした。人間はということですね。そこにちょっと引っかかっていかないといけない。ってなると、なんや、動物がいたんか。言えば、番犬かなんかがいたんですか？あ、素晴らしい質問。番犬か。いいえ。番犬ではない。しかし代わりに留守番をしていたペットがいました。ペット。ペット。ペットは、見た男。何？驚いた。ペットを見たとき男は驚いた？あ、ちゃうな。これ笑った。笑えた。ペットを見て笑ったんでしょう。はい。はい。自分が大きな勘違いをしていたことに気づきました。そのペットは何かやな。ペットは話すことができる？良い質問。はい。はい。それは人の言葉を話すオウムでした。あ、なるほどね。人を話す言葉を話すオウムに、なんかこう、言われたんだろうね。で、それでハッとなって両手を上げたんでしょう。ってなると、男は、泥棒だった？はい。はい、泥棒でした。空き巣狙いの泥棒でした。
なもう一個のシークレットワードは何や。部屋は静かだった。はい、全く人の気配はしませんでした。人以外のね、人以外の気配はあったかもしれないと。振り返った、振り返った、男は動物を見た。はいはい、男の背後には家で飼われていたペットがいました。もう一個のシークレットワードは何でしょうね。笑い出した。安心したから。はい、うん、ほっとした笑いがこみ上げてきました。もう一個はシークレットワード、もう一個ないけど、男はなぜ立ち止まり両手を上げた。命令された。男が両手を上げた時どのような心境だった。捕まる。男はなぜ笑い出した。安心。振り返った時目にしたもの、オウム。男は何者だった。泥棒。正解でした。正しいようです。手を上げろって言われたんか。手を上げろ、男はぎくりとし両手を上げると冷や汗を流した。男は空き巣狙いの、泥棒だったのだ。ところがしばらくして何も動きがない。振り返ってみるとそこにはオウムがいた。声の主が鳥籠の中のオウムであることに気づき、男は笑い出したのだったということでございました。あまり防犯能力はなかったということですね。男の一連の行動をうまく思い浮かべることはできましたか。ところで手を挙げろとオウムに教えたのは誰でしょう。空き巣を脅かす、驚かすくらいはできても防犯には役立たずですね。そうですね、結果的にそうなりましたね。さあ続いての問題いきましょう。屋根裏や押し入れにはいつ置いたのか覚えていないものがあったりします。見覚えのないトランクは家族が置いたものなんでしょうか。でもその中に、その中は覗かない方がいいかもしれませんよ。なんで。第49幕、屋根裏の恐怖。男が屋根裏で荷物の整理をしていると見覚えのないトランクが目についた。男が不審に思いトランクを開けるとあるものを目にしてしまった。それを見た男は恐怖のあまり気を失い、二度と目を開けることはなかった。気を失って死んだ。男は一体何を見つけたのだろう。なんでしょうね。屋根裏には男は初めて来ました。はい、うん、そこでとんでもないものを目にしてしまいました。男は トランクを不審に思った。はい、それは全く見覚えのないもの。男は性格は、いや性格とか関係ない。誰かと同居してますか。お、素晴らしい質問。はい、してる。彼は結婚したばかりの女と同居してました。お、同居者がいる女。
なんや、女が好きだったのは男の見た目だった？いいえ。違う。なんや、どういうこと？急になんで女主体の話になってきたんや。男の性格？いいえ。ゆずあいさんか。あ、でもない。何が好きやねん。男の何が好きやったんや。わからんけど。女は美しかった？ She is beautiful? はい。おぉ。She is beautiful でした。Is she beautiful か。聞くとしたら。離婚経験？あるんけ。あるんや。はい、しかしそのことを男は全く知らされていませんでした。バツイチだったことは知らなかったと。これでも女に関する話は全部聞いてもうたな。トランクか。何が入っていたかやな。トランクは女のものだった？良い質問、はい、ですね。そうなってくるね。女がとても大事にしているトランクでした。となると何が入ってたかやな。トランクは、まあ古いものだった？はい。何年も使われた年季の入ったトラック、あ、トランク。トランクは、手入れされていた？はい。されていた。古いものをとても大事に使われているようです。何が入ってんねやろ。大きい？いいえ。大きくはない。片手で持ち運びできるサイズのトランク。トランクを見て男、いやちゃうね。トランクからは聞けないか。あるものは、主体的なことですか？いいえ。違う。なるね。あるもの、あるものは男にとって恐ろしいものだった？はい。まあでしょうね。男にとってはとても恐ろしいものでした。とてもですって。あるものは男の身近なものだった？おお、素晴らしい質問来た。はい。はい。入っていたのは瓶詰めの赤毛の束。男の髪も見事な赤毛でした。おお？トランクの中に入っていたものを見て男は気絶したんだけど、それは男と同じ色をした赤毛の束が瓶に入っていたと。赤毛の束の持ち主は、ちゃうやろう。女のものではない。赤毛の束は、男の家族？男のものではないの。トランクの中に複数ありました？あったんだ。トランクの中にはたくさんの赤毛の束が入ってました。あ、なるほど。赤毛の束コレクションを見たんだ。その女の趣味かなんか知らんけど。ということは複数いる？はい、良い質問。はい。瓶ごとに全て違う男性の赤毛のようです。他の男性たちの赤毛を集めていたと。持ち主は死んでいる？はい、死んでんねや。全員が若くして死んでしまっているようです。やば。やば、それはやば。
価値のあるものだった？いいえ。ないでしょうね。売ったとしても大した額にはならなかったでしょう。ほんまの趣味なんやこれは。家族のものではないやろ。いいえ。あ、ちゃうね。歴代赤毛の男にと付き合っていたということか。男は女に騙されていた？良い質問。はい。はい。女にはある目的がありました。男は一途だった。はい、でしょうね。なるもう一個のシークレットワードは。赤毛のタバコだけだった？あ、来た。これか。はい。赤毛の束が詰められたガラス瓶にはラベルが貼ってありました。ラベル。ラベルね。ラベルは名前が書かれている？はい。どの瓶にもダスティンの名。男の名もダスティンでした。怖っ。怖っ。ダスティンだらけの赤毛の束。っていうことか。最近男が経験したこと。結婚。男と同居していたのが、まあ、妻か。トランクに入っていたのは赤毛の束。トランクの中のガラス瓶につけられていたもの、ラベル、そこに書かれていたもの、知らんわ。それは知らんわ。それ知らんわ。それ知らん。それ知らんわ。ラベルには名前が書いてたんじゃないの？生年月日？いいえ。違う。日付赤毛の持ち主の死亡日で1年おきに瓶がありました。ああ、そういうこと。死亡日でした。これで回答できるでしょう。まず結婚して、妻と同居していて、トランクに入っているのは赤毛の束で、ラベルが貼ってあって、そこに書かれていたのが死亡日。もう一つ名前、はい、全部ダスティン、全部ダスティンです。はい。質問7個も来るとは思わなかった。怖、そっちの方が怖い。7個質問来る方が怖い。トランクにはいくつものガラス瓶に詰められた人の赤毛の束が入っていた。男は気持ち悪く思いながら瓶のラベルを読んだ。そこに書かれていたのは複数の男の名前と死んだ日付だった。どのラベルの名前もダスティン。死んだ日付は測ったように1年おき。最後の日付はちょうど1年前だった。そしてトランクを開けた男の名はダスティン。再婚の妻とは結婚したばかりで、彼は見事な赤毛である。ダスティンは恐ろしいことに気がつくと、そのまま恐怖のあまり気を失ってしまった。そうです。恐怖にもいろいろとあります。暗闇から何者かが飛び出してくれば恐ろしいのは当然ですが、いつの間にか自分が逃げられない状況に置かれているとしたら、それは本当に恐ろしいことでしょう。だそうです。そんなにおるかね、ダスティンの赤毛。しかも若い。しかも結婚しがち。あるんでしょうね。はい。気の合う仲間とトランプゲームで過ごす週末は最高です。最高です。でも、白熱しすぎておかしなハプニングが起こることも。なんでしょう。
おかしなハプニング。第50幕、まさかの切り札。ある日、仲のいい4人の男女がトランプで遊んでいた。うん。男がカードをめくると、女が勢いよく立ち上がり、おもむろに服を脱ぎ始めた。おもむろに。一体何が起こったのだろう。なんでしょう、セクシーな話？王様ゲームでもしてたんですかって。トランプ。トランプをめくったとき女は驚いた？はい。驚いた。驚いて悲鳴を上げました。トランプをめくる行為で怒る。驚く。何かにぶつかった。あ、良い質問。はい。はい。あまりに勢いがつきすぎて何かが手にぶつかったようです。それを教えてくれよ。そっちの方が重要やろ。カード、いや、これはもうめくるという行為にしか問題がないよってなると、男は興奮していた。良い質問。それはそう、それはそうですよねって言われた。ゲームが山場を迎えていたので興奮していました。ちゃうねんな、これな、あのあれやねんめくった時に何に当たったかが重要やねんって、そっちを聞きたいねんな。お酒飲んでました？いいえ。あの、気になるのはね、この上の写真見る限り、なんかコーヒーかなんか飲んでんのよね、これ。それをこうめくるときに勢いよく、あの、当たったんじゃないかって思うんだけど、それを聞く、その選択肢の仕方がわからん。トランプでゲームをしていた。あ、素晴らしい質問なんや、これが。そりゃそうやろうって。カードゲーム、コーヒーをこうカードめくるときにこぼしちゃって、それが服について熱ってなって、その服を脱ぎ始めた的なことやと思うんやけどね。カードゲームは非常に盛り上がってたんでしょうね。はい。うん、うん、勢い余った。カードゲームをしていた4人、男女4人の位置が関係してますか？良い質問。はい。している。位置がずれていったとしたら、女は服を脱がずに済んだかもしれません。これやっぱそういうことや。ただそれをどう、なんだその、持っていくかやね、ほんまに。あとはそこのゲームやね。カードゲーム以外に何かしてました？はい、飲み食いしながらゲームを楽しんでいました。うーん、女は服を脱ぐのはハプニングが起こったから。うん、はい、服を脱がざるを得ない何かが起こりました。うん、そっちの方向に持ってきたんやけどな、どうしたんやろな。こんなは正常だった。そんな聞くなよ、そんなの。気が狂っとんかつって聞きたいっていうことでしょ。なめとんだよね。女の服は扱った関係、関係ない。うーん、もう行こうか。もう多分それ正解は合ってんだよ。カードゲームをしていた。
散歩しながら飲み食いをしていた。カードをめくった時、男が吹き飛ばしたもの、コーヒーでんかな。女が服を脱ぎながら考えていたこと。熱い。脱いだ服はどうなった。シミができた。どうだ。正しいようです。あ、やっぱコーヒーやって。コーヒーをね、カップごとこうこぼしちゃったんだよね、きっとね。その時カードゲームはヤンバンバンを迎えていた。男がカードをめくる時、勢い余って熱いコーヒーの入ったカップに手が当たってしまった。コーヒーをかけられた女は慌てて立ち上がり、やけどしないように服を脱いだ。ただそれだけだった。ただそれだけだった。種明かしをされればちょっとした事故だったわけですね。誰ですか、これは。いい手だなんて言ってんのはドスケベやないか、ほんま。変態大魔王やないか、ほんま。次行こう。次、嘆かわしいことですが、強盗などの凶悪犯罪がなくなることはありません。しかし、防犯意識を高めることで犯罪を起きにくくできますし、起きた犯罪を迅速に検挙することで犯罪が割に合わないことを犯罪者予備軍に示すこともできます。抑止につながると。さあ、第51幕、強盗団の資格。資格。銀行を襲った強盗団は、居合わせた客と銀行員を縄で縛り上げて逃走した。はい。しかし、ほどなく縄をほどいた一人の銀行員が機転を利かせてある行動を取ったために、強盗団はあっという間に逮捕された。銀行員は何をしたのだろう。縄をほどきやすくしたとか、そういうこと。え、ちゃうねんな。多分その行動ができるようになってから何かをしたんでしょうね。そこの行動は何かというところでしょうね。まあ、銀行特殊な建物だった。銀行の立地は特別だった。これか。素晴らしい。はい、はい、銀行はオフィスの多いビルの中にありました。ビルの上の方にあったのかな。ビルの中に銀行があった。はい。6階か。6階から逃げるんやから。ってなるとっていうことですね。ビルから逃げる強盗団は、階段？あ、恐ろしい質問。こう、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。ペースがすごくいいよ。逃げるときエレベーターでした。ほら、来た。となると、そのビルが関係ない人も巻き込むことになるけど、エレベーターが止めるんでしょう。はい、そうですよね。はい。はい、止めるんでしょう。それは意図的に止められました。なるほど。となると、この縄をほどいた一人の銀行員、こいつは、の行動は、なんだ、起点が効いたものでしょう。はい。そう。うん。どう持ってったらそのシークレットワード出るか分かんないけど、銀行員の行動は、簡単。はい。はい。うん。もうちょいなんか言ってくれよ。まあ、停電させたんでしょうね。知識を生かしたもの。あ、これか。素晴らしい質問。はい、はい、建物の構造の知識を生かしてある重要な行動を取りました。重要な行動。
重要な行動はビルの、電源を操作することですか。来たよこれですよ。はい、うん、前回の電源落としました。なるほど。それでエレベーターが止まってすぐ捕まったと。銀行があった場所、ビル、銀行員が最初に操作したのは、電源。銀行員によって引き起こされたのは停電。強盗団が警察に捕まった場所、エレベーター。どうだ、正しいよ。はい、正解です。素早い。これはスピーディーに行きましたね。先週とは大違い。襲われた銀行はオフィスビルの6階にあった。いち早く縄をほどいた銀行員はビルの電源を落とす操作を行い、エレベーターを止めたのだ。エレベーターに閉じ込められた強盗団をほどなく駆けつけた警察にあっさりと逮捕されたということでございました。縄の縛りが甘いのがあかんかったよね。閉じ込められて捕まるのを待つ強盗団、強盗たちは悔しかったでしょうね。ところで最近では停電時に乗客が閉じ込められるのを防ぐために非常用電源を備えたエレベーターもあります。この強盗団には教えない方が良さそうですが、だそうです。まあ一刻も早く逃げたかったんでしょうね。じゃあ次ラストぐらいかな、いきましょう。フグはとても美味ですが、部位によっては猛毒を持っています。素人調理で中毒になる人が後を絶たないのもその美味の誘惑によるものです。さて次の物語に出てくる食べ物にはどんな秘密があるのでしょう。食べ物、フグを引き合いに出すような食べ物。第52幕、死に至る味。女は男にある食べ物を与えた。その食べ物に毒性はなかったが、うん、男はその食べ物が原因で死んでしまった。おう、なぜ男は死んでしまったのだろう。なアレルギー的なことじゃないんですか。女は食べ物を、その食べ物を食べたのは初めてだった。はい、あ、初めて食べたものをあげたんだ。食べ物を自分の意思で食べた。あ、これ素晴らしい質問。はい、しかしそれを食べるように誘ったのは蛇でした。あ見えてこないな。ヘビ、ヘビは食べ物のことを知っていた。はい、うん、その食べ物は善悪の知識の木の実と呼ばれていました。ヘビは賢かった。このアトムとイブみたいな話な。はい、狡猾だったと言った方が正確です。ヘビは言葉を話すことができたんですか。はい、できちゃう。まだ天地創造の直後、ヘビは話すことができたと言います。旧約聖書的な話になってきてるやん。ヘビは女食べ物を食べさせました。いいえ、あ、女には食べさせてない。ヘビは食べ物を食べるようにそそのかしました。誰でも入手できますか。あ、来た、素晴らしい質問。いいえ、歴史上それを食べた人間はいないとされている木の実でした。木の実、木
木の実はリンゴだった？いいえ。うん？しかしリンゴに似た姿で描かれることが多いようです。うん、あと一つはな、男は食べ物を自分の意思で食べた？はい。しかし女に勧められていなければ、食べていませんでした。うん、男と女は恋人だった？いいえ。違う。しかし食べ物を食べた頃から意識し合うようになりました。お、ヒント。いいよいいよ、あんなそういうところいいよ、そういう誰やねんってあんなそういうとこいいよ男はその食べ物を食べて即死だったのでしょうか。なるほどね。食べ物を食べて即死だった？即死ではないかもしれないな。いいえ。うん。しかしその食べ物のせいで男は死ぬことになりました。男の死因。男の死因は何だ？寿命？はい。ある食べ物を食べるまで男に寿命はありませんでした。まあそういうことね。わかったわかった、大体わかった。あんまパッとしてないけど大体分かった。女に食べ物を勧めたのはヘビ、男の死因は何だった？寿命。男と女のが食べたのは木の実。男と女が口にした食べ物はどこにあった？知らねえ知らねえ。秘境、楽園、楽園。しいようです。エデンの園かなんか知らんけど、そういうところで食べたんでしょうね。うん、男の名はアダム、女の名はイブ。イブは神に言いつけを破って禁断の木の実をアダムに与えた。その結果アダムは不老不死の、恵みを失ってしまい、やがて寿命を迎えて死んでしまったのだというところでございました。はい、禁断の木の実。アダムとイブの物語は創世記に出てきます。とても多くの人に知られた物語であり、その意味するところにはさまざまな解釈が生まれたようです。はい、そんな物語をこの形式でねやってみましたということですね。はい、というところで今週はここまでしましょうか。スローンとマクヘールの謎のストーリー。はい、ということで先週よりかはちょっと進むようになりましたけども、ちょっとペース的にはちょっと遅れ気味になってるかな。だいたい3話で20問っていう感じだったんですけど、ちょっと遅れてはいますけれども、次週この続きからやっていきたいと思います。ということでまた次週お会いいたしましょう。エンタのゲーミーザボックス、ご視聴ありがとうございました。